用品に送っていただくというような数まで32リッターと数えられるということになります。まあ、言い方を変えると4人がですね、はい、でここなんですけども、限界超えちゃったらどうなるんだろうというふうなことを、まあ、想像すべきなんですよね。これどうなるんでしょう。これはまあ単純な話なんですけども、上の方は無視するだけです。はい。検査結果は常に32個しかないので、上の方は無視する。で、これを無視するっていうのは、非常に自然な考え方なんですけども、これをよく考えると、これは2の32乗で割った余りになっているということを覚えておいてください。これは、余りという言葉はですね、あまり意識しないかもしれないんですけども、実は余りという意味になるわけです、数学的に。はい。もう少し。具体例を交えて、その余りについて説明するんですけども、これ今3桁しかないデジタル公式と書いてあるんですけども、まあ、例えば、まあ、カチカチとカウンター、日本野鳥の会のゲストに使うようなカウンターがあったとして、カチ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 やってると、いつかいっぱいになりますので、そうすると、199の次は何になるかというと、0に戻ってきます。ね、はい、これは何が起きているかというと、3桁しかないということは、1000で割った余り、つまり13乗で割った余りが常にここに出ているということになるわけです。なので、皆さんですね、日常生活で数字を見ることがあると思うんですけども、ほとんど全ての数字は上限があるので、常に皆さんの見ている数字は余りを見ているということになるわけです。はい、意識したことなかったと思うんですけども、実はそういうことですね。はい、じゃあ2次数に戻ってきました。今、1が32と全部埋まってたとしましょう。ここに1を加えると、限界をアップデートになります。さあ、どうなるかというと、はい、想像すると思いますが、すべて0になるということになりますね。で、余りを取るということが、これは循環するという意味でもあるわけです。はい、難しくないと思いますね。ここまで。はい、でしょうか。はい、この基本を踏まえつつ、乱数を今回進めていきます。一番ですね、すごく簡単な乱数を取れたら、スライドで紹介した乱数っていうので、その流れを取っていくと、皆さんちょっと作った気分になるでしょう。自分で作ると、その実態が分かってくると思うので、これは大事なコツだと思います。理解するのでね。はい、じゃあ作っていきましょう。乱数を、まずですね、資料で書いていきましょう。これは NTT の C チャンネルで書いた場合にこうなるも、ランダムドバリューの変異を入れると、この取るたびに異なる値になると、まあ、使ったことある人多いと思うんですけども、こうなってますよね。で、二次乱数というのは一体何なのかというと、計算でバラバラ関数を作ることなんですね。はい、じゃあやってみましょう。まあ、話を簡単にするために、0から7までの範囲で乱数を作りたいと、0、1、2、3、4、5、6、7。で、例えば一番簡単な話、一番単純な計算をしてみましょう。前回の値に1を加えるという計算をしてみたとします。はい、そうするとまずですね、0番目は値が0と決めておきましょう。これは決め事として決めておきましょう。そうすると1番目は0に1を加えるので1、2番目は2。非常に単純ですね。ただしですね、0から7の範囲で乱数を作りたいのに1番目が8になってしまう。これ範囲超えちゃうので、これを何とかしたいと思いますね。なので、前回の値に1を加えた後に、8では余りを入れるわけですね。このパーセントの記号はプログラムの横で、また余りを取るという結果になるんですけども、そうすると、こう1番目の値が連絡0になっていて、循環することになります。これからずっとこの余りを取っていく。はい、じゃあですね、1じゃなくて2にしていきます。じゃあ1は余りですね。ちょっと乱数には見えないので、そうするとどうなるかというと、0分には0分で1番目は2になりますね。2の4と8と8が余りになるので0に戻っていくということになると、これですね、0、2、4、6しか出てこないことになりますね。右端のオレンジの方を見てもらっているわけですけども、これちょっとですね、具合悪いの。乱数を作るにおいて、これは具合悪いのなんですよ。じゃあ、3にしてみましょう。そうすると、0は定だとして、1番目は3、6、次が9になるので、3番目は8で割った余りなので1ですよね。はい。というわけで、これ、
見事にですね、全ての数字を全部全部入っています。満遍なく現れたということで、ここでですね、一応ですね、乱数の完成と言えるんですね。はい、すごく偉大かもしれないですけども、もうシャッフルしているだけのように見えますけども、乱数と言えるんです、実はこれが。まあ、すごく簡単なプログラムがこういうふうになるんですね。S という値がプラスの中に持っていて、この値をずっと保持しているわけですね。つまり前回の値が常に入っていて、2つするたびに3を足して8キロの値を取っている。これがおそらく世界で最もシンプルな乱数の計算になるんじゃないかなと思います。はい。で、2を足したらダメで、3を足したらよかったという話なんですけども、少しちょっとだけ、詳しく見ていきましょう。前回の値に3を加えて8で割る余りが、ちゃんと満遍なく循環するための条件というのがあるんですね。この2つの数が互い素であれば良いんですよ。はい、互い素というのは数学の用語で、英語で言うとリラティブリーカイドというんですけども、はい、互い素とはどういうことかと、まあ、数学的に、数学者に説明させるとこんな言い方をするんですね。2つの数の共通の約束を同じ、まあ、ちょっと分かりにくいですね。今回簡単に言うとですね、2つの数を分数にして、その分数が約分できなければ、それは互い素と言えると考えてもらって結構です。はい。なので、そうすると、2だったときに、1分の2約分できて4分の2になっちゃうんですね。これがダメだった理由が分かってくるわけです。というわけで、3、7を足し、5でも足し、7でも OK です。はい。で、完成したって言ってるんですけども、これ疑問があると、そんな簡単なものなのと、そもそもですね、サイコロのようにシミュレートしてほしいわけで、1の値が連続で出たりしなきゃダメじゃないというようなふうに思うわけですね。それは乱数を出た後に工夫することで、工夫すればいいわけなので問題ないです。例えば大きな値で順化させて必要な範囲を出すということをやってみましょう。3をやめてですね、37です。循環させる数値を50、まあ、割と大きく数してみましょう。そうすると今表が出ているんですけども、真ん中の列を見ていただくと、まあ、0が最初の例ですね。1番目は37足すので37、2番目は37足す37なので74になって、74を50であった余りは24になるという理由で2番目は24になります。というような計算を続けていくと、この真ん中の列はちゃんと0から49までの数字を一つも重複することなく巡回します。はい。その後で、出てきた値に対して、6で割った余りを取り出すことで、最後の目に対応した0から0135の値を取り出してみると、一番右の列のように010に、例えば0が前の集中していたりとか、そういうような数っぽい動きをすることになるので、やっぱりこれは乱数っぽいわけです。はい。ではですね、もっと大きな範囲で乱数を作りたい。まあ、本当の目標は32ビットでやりたいわけですね。で、2の32乗で割った余りに何かを加えて、余りを取ることで乱数を作ろうと思った場合、2とこの9、今9っていう文字にしてますけども、2の32と9を互いに素でなればいいわけです。はい、こういう式になりますね。で、これですね、2の32乗って2でのとおり因数って言うんですけども、因数が2しかないので、9は奇数であれば何でもいいんです。これで循環します。さらに、32ビットは、初めに、お話ししましたように、勝手に余りを取ってるんですね。そこ限界なので、余りを計算する必要は実はなくてですね、計算機上ではただ奇数を足していくだけで乱数ができるということになります。まあ、嘘みたいな話ですけども、乱数として、いいか悪いか別として乱数と言えるものが足しただけで実はできます。はい、じゃあ自作ができたところで基本をもう一回おさらいしてみましょう。ユニティのランダムクラスは、まあ、これ、マニュアルから抜粋していますけども、もうこういう形にいろいろ関数があるんですけども、大事なのは2つですね。で、1つ目は、イントステートっていう関数があります。まあ、これ、昔はシードっていう名前だったんですけども、最近、この名前
前になっていますね。シードでも使えます。で、シードで初期値を与えてもう一回ですね。で、シードって何かっていうと、今までやると種ですね、初期化することをシードを与えるという言い方をします。種を巻くというですね。で、もう一つは、一番簡単ですね、ドットバリューでも読むと、それを読むたびに違う値が返ってくる。じゃあその中はどうなっているのか。もう自作ができているので大体想像ができると思うんですけども、今ですね、このオレンジ色の大きな枠の中が普段見えていない関数の仕組みだとしましょう。シードを与えたときに中の数字が151、例えばなって、これは外から見えない状態ですね。じゃあ関数を1つ取ってみよう。そうすると中で何らかの計算、足し算よりももう少し複雑な計算をして、その値を返していきます。で、その今260になりましたけども、その値は次のために使われるわけですね。というふうに続いていくわけです。で、ここで、一つ、覚えておく必要があるのは、必ず乱数というのはどこかで元に戻ってくるんですね。循環します。で、その循環する、何回取れば元に戻ってくるかっていうのを周期と呼びます。で、コンピューターで乱数を作った場合は必ず周期があるんですね。普段意識しないと思いますけども、周期があるということを押さえておきましょう。で、周期がある特徴のほかにもっと大事な特徴があって、乱数というのは再現するんですね。どういうことかというと、シードを何か初期化をするときに同じ値で初期化しておけば、その初期化が値が同じであるとか同じパターンで、乱数というのは出てくるわけです。バラバラの値が出てくると思いきや、中でやっていることは多分計算なんで、そこにランダム性というのは本当はないんですね。まるでランダムのように出ているけども同じパターンで現れるという再現するという特徴が非常に重要な特徴になります。はい。でですね、しつこく言うんですけども、再現させるかどうかを常に意識するのが非常に、使うときに重要な概念になります。例えばですね、ゲームを作るときに、ユーザーごとに同じ乱数を選択させたい場合があるでしょう。例えば、いろんなユーザーが遊ぶけど、どのユーザーもステージ1の敵のパターンを取り必要かな、変えたくないという場合もあるでしょうし、またユーザーごとに別にしたい場合もありますね。キャラクターのみたいなのはバラバラにして、楽しみ増やす、リセバラを増やすみたいな楽しみになるわけですけども、そういうことを発生させたい場合がある、意識する必要がある。でユーザーごとのみならず、起動ごとであったり、プレイごとであったり、例えば、コンティニューボタン、コンティニューという、ゲームオーバーでコンティニューするときに、また同じ乱数を使うのか違う乱数を使うのかというのは、プログラム上はですね、これはコントロールできる話なので、常に意識しましょう。はい。で、再現させない場合は、わかりますよね。シードをテスト、もう3と100と決めてしまえば、同じ乱数が必ず出ます。で、再現させたくない場合は、ちょっと工夫が必要です。これは、よく使われるのは、現在時刻。時刻のような、もう、みんな違うものを、やるたびに違うものを、取得してシードを与えるというようなやり方をすると、バラバラになっているわけですね。時間を使うのが、上等したと言えるでしょう。はい。すごいですね。シードは大事だという話をしたいですね。本当にですね、乱数使うときはシードを設定するものだと皆さん覚えていてほしいですね。もちろんですね、すごく小さなプロジェクト、ゲームジャムのような小さなプロジェクト、短期間のプロジェクトの場合は、気にしなくてもいいかもしれないんですけども、何かリリースするようなときはですね、必ずシードを意識して、使ってください。じゃないと、やっぱりですね、何が起きるかわからない、ユーザーの手元で何が起きるかわからないものになってしまうでしょう。はい。じゃあですね、いろんな生成法についてお話しします。今、足し算というですね、非常に簡単な生成法をできたんですけども、もちろん世の中はもう少し複雑な生成法があって、ね、これが本当にたくさんの生成法があるんですね、世の中には。で、今回は4つ紹介させていただきたいと思います。まずはですね、LCG 線形合同法という日本語でよく言われているんですけども、これちょっと古くてですね、いつこれ誰が誰だろうな、分かるかな、いつかはよく分からないですね。はい、これはですね、足し算よりはちょっと
仕事に走ってっていうのを毎回やるだけで結構ラスじゃんというようなあたりが来られています。はい。まあ、すごく単純なので問題があってですね、使われなくなってきているんですけども、結構まだ使っているシステムは多いと思いますし、まあ、僕ゲーム作って長いんですけども、まあ、20年以上前になるともうこれを使ってゲーム作るのは割と当たり前でしたね。はい。で、2つ目、メルセデス社、これがですね、1997年に出て20年前さに、発表されています。これがですね、すごいんですよ。すごくすごいランスで、で、まあ、有名なので知っている方いると思うんですけども、まあ、誤解される武器があるんですけども、結構速いんですね。これ遅いわけじゃないです。だから十分に、使えます。で、品質はものすごく良い。で、周期なんですけども、周期がすごくてですね、2のモード、19,037兆という、とんでもない周期を持っています。はい、これどんな大きな数か。数の話で言うと、皆さん宇宙にある原子の総数ってご存知ですか？まあ、皆さんの体、僕の体を構成している原子の数を全部合わせたらいくつになるかっていうと、これが2の250兆らしいぐらいらしいんですよね。はい、すごいですよね。この2の250乗を2倍しても2の251乗ですからね。この1万9000乗っていうのはとんでもない値というのが分かると思います。掘り続けても回ってくることはないんじゃないかなと思われるほど周期が長いですね。で、ちょっと気にしなきゃいけないのは重り仕様が大きめ。僕が実装してみて数えたら 4.8kg ぐらいになりました。はい、これが2番目の SNS ですね。3番目、XY ショット。これは2003年に発表されています。メルセデス社は後に出ていて、まあ、当然何かしらいいことがあるわけです。もう、非常にシンプルで高速です。この右下にですね、書いてあるんですけども、これ3つ合わせて1つの列車ですね。この山みたいな符号、これは XY シフト、XY シフトじゃない、XY ですね、排他的動機番という符号で、コンピューターに必ず動作されているハードウェアで運用できる符号です。演算です。で、この障害障害というのはシフト演算ですね。これもコンピューターに必ず搭載されているハードウェアで実行できる機能です。これですね、非常に、単純でコンピューターの親和性が高いので、まあ、下手するとですね、掛け算するより速い場合があります、コンピューターによっては。なので、もしこれがですね、ものすごく前に使っていたら、おそらく最初に紹介したような線形構造法は広まっていなかったと思われます。よくこんなことを見つけたら反応するんですけども、はい。で、次ですね、これだけですね、4つ目、ECG というのがあります。これが2014年、かなり最近のお話なんですけども、これすごく面白くてですね、これを開発して、発見した方がですね、ブログによると、まあ、乱数って質がいいかどうかをテストしてた試すんですけども、まあ、いろんなテストがあって、まあ、あらゆるテストですごい高得点を書き出している。エルセンルツイスターでも失敗するようなんですけど、この ECG はクリアすると主張していらっしゃいます。どうも本当っぽいですよね。で、このアルゴリズムが非常に面白くて、まあ、ここは紹介、今日は紹介しないんですけども、興味があったらぜひ調べていただきたいですね。本当に面白い、ちょっとした工夫で非常に高速ですごいランスを生み出しています。今後が 採用していくゲームが、まあ、採用してくれるかもしれないですね。はい、こういうふうにですね、もう本当に最近でもこういうふうに、新しいものが生まれてきているのが面白いところですね。はい、数学者さんも素晴らしいですね。はい、ではですね、少し話を変えてですね、Unity で生成を実装する話をしていきたいと思います。なぜ実装するかというと、まあ、一つにはいろんな生成があるので、どれか自分の好きなのを使いたいっていうのもあるし、もう一つこちらが重要なんですね。検討を分けたいということがあります。これはどういうことかと言いますと、例えば1つの乱数生成をこうあちこちで使ったとしましょう。ビッグキャラの生成ですとか、エフェクトの取り方であるとか、サイコロ、ゲーム進化が変わるとか、そういうふうに使っていくと、サイコロを振るときに使う乱数というか、もうエフェクトを何回、エフェクトのために何回乱数を振るかで変わってきちゃうんですね。で、まあ、それでもいいっちゃいいんですけども、せっかく乱数値が再現できるっていう素敵な性質があるのに、もう再現不能になります。ので、
まあ、例えばですね、ある人が試作して2つ作ることによって、別系統のランダムクラスを作ることができます。これがですね、ユキのランダムクラスができないんですね、残念ながら。はい、まあ、それはそれで、まあ、利便性を追求して、簡単に使えるようにしてあって、それが悪いことではないんですけども、まあ、はい、こういう理由で作った方がいい場合もあるという話ですね。2つ分けるとどうなるかというと、まあ、サイコロを振るような原進行用とエフェクト用を完全に分けてしまえば、サイコロがサイコロだけで完結しますね。ので、これは、まあ、ギュッと再現しなくても多分いいと思うんですけども、サイコロが再現するとデバッグにも便利だし、なんでしょう、例えばユーザーさんからサイコロ6だけでとか文句が出たときに調査しやすいですね。はい、非常に、大事な話になるわけです。とはいえ自作はなというふうに思うでしょう。これは非常に真っ当な考えで、すでに実装されているものを、再実装するというのは基本的には筋の良くない考えですね。社員の再発明って言ったとしますけども、あまり良くないと考えることが主流です。ので、まあ、ここで一つ折衷案を紹介しておきますけども、ユニティのランダムはですね、中のステートを保存できる機能があります。ので保存したステートを、クラスの方に保存しておくと、そうすると系統を分けることができます。これ今ごちゃごちゃしているので後で資料を見ていただきたいんですけども、ある関数を呼んだときに、保存したステートを復活して関数を取り出したら、またその新しくなったステートを保存するようなやり方をすることで、Unity のランダムの機能を使いながら系統を分けることも可能です。はい、これは、このページはお土産ですね。そしてビューランダムを自分で実装しようと思ったら、こういった中からこれコピペして使えると思います。はい、で仕組みについてここまで話してきました。もう一つ最後に話したいのは、間違った用法について説明させてください。例えばですね、乱数で何かこう乱数っぽい絵を出したとしましょう。でこれはいい結果です。でダメな結果はこれです。これ乱数には見えないですね。明らかにパターンが見える。人間的パターンが敏感なんですね。すぐパターンが見える。で、良さげな結果は、はい、プログラムはどういうふうに書いてあるかというと、もう X と Y の二重ループの中に、エクスチャンインセット、エクセルしています。つまり、白か黒かを乱数によって、50% の確率で選んでいるというようなプログラムになるわけです。これが良さげな結果というわけで、乱数っぽいので、はい、よかったです。で、ダメなのは何をしているかというとですね、はい、そのループの中でシードを設定しているんですね。で、もちろんシードは変えるんですけども、シードをこうやって設定しまくると、こういうふうにですね、パターン化しちゃうことがあるわけです。で、シードをですね、単純にセットしまくる、今見たような失敗例のようなやり方はですね、いろんな数学者さんが考える乱数の生成法では想定していないケースがほとんどです。先ほど4つ紹介して、再度紹介した PCT なんかも想定していませんので、これは完全に使える側の責任になるわけです。すごい乱数を使っていても使い方が間違うとダメというわけですね。とはいえなんですけども、シードを設定する必要というのはやっぱりあります。まあ、例えばこういったゲームを考えてみましょう。100ステージあったので、迷路、壁のパターンとか敵の強さをその都度生成で作りつつ、まあ、パターンを増やしたり、毎回第1ステージは同じパターンになるしというような場合、これはですね、最初にシードを呼ぶだけだとステージ1をクリアしたステージになって稼働していいんですけども、ステージ4から急に始めたいと思った時に、ステージ1、ステージ2、ステージ3を生成してからじゃないと、ステージ4を再現できないことになっちゃうんですね。ので、やっぱりシードはそれぞれ設定したくなるわけです。はい。もうこれは非常に、まあ、こうするしかないですね。で、先ほどのボードをもう一回出してみました。これ、今はですね、白か黒かを決めていますけども、例えばステージの最初にボスの性別、男か女かをこれで決めたとしましょう。そうすると、シードを設定した時に一発目にプログラムが男か女かだとすると、この右上の図のようにステージごとにこれでパターン化しちゃう
わけです。非常に自然に書いてあるということです。で、何がいけないのかというと、この行事ですね、単純に加算している。ここは気をつけなきゃいけない、ここはいけなかった。じゃあどうすればいいのか。じゃあですね、CL に渡す値を乱数にしてみようと考えたとしましょう。これはまた別の乱数ですね、ドットレッティに入っているシステムランダムを使って、乱数を使うと。で、ちょっと足してみよう。さあ、結果どうなりましたか。はい、良さげで。さすがにですね、順番に増やすにはいいわけです。ところが、これはダメです。なぜかというとですね、C の乱数にすると、C の系がぶつからないことは保身上なわけですね。それはそうでなきゃいけないのに、乱数そのものはぶつからないことを保証していないんです。ので、衝突が非常に低い確率で起きます。ので、まあ、どうなるかというと、例えばステージ4とステージ98のパターンが完全に一致してしまうということが起きてしまう。これを予測するのは困難で、やっぱ使ってはいけません。で、じゃあどうするか。衝突しないでバラバラな値が欲しいって思ったときに、想像するプログラム的なキーワードとしては、ハッシュっていう言葉なんですよね。ハッシュ関数を使いましょう。で、ハッシュ関数を使うときに、いろんなところでですね、公表なハッシュ関数がありまして、XX ハッシュというのがあります。これは、まあ、お土産として、持って帰ってください。こういうふうなので、非常に単純に作れます。で、XX ハッシュが衝突しないのかというのは、結構ですね、調べて、なかなか書いたことがなくて、自分で調べてみました。これはブログに来てみます。一応証明できました。衝突しないのか。はい、ので、XX ハッシュを使って、シートを与えてみましょう。さあ、結果どうなんでしょう。よかった。はい、これで、となるわけです。はい、長々とお話ししましたけども、何を言いたいかというと、二次乱数というのは非常に恐ろしいものなんですね。問題に気づきにくい。例えばですけども、複数複数を繰り返してしまう乱数生成法があるんですけども、それですね、まあ、すぐ気づくだろうと思うかもしれないですけども、気づかないですよ。これは本当に気づかない。開発中っていうのは、もうみんながいろんなものを変更しているので、毎日何かしら変わってるんですね。そんな中で、これ、なんだろう、パターン化してないっていうふうに気づけるっていうのは、本当に、難しい。ので、まあ、大体ですね、大体の人はプログラムを組んでると、実行してみて、うまくいったかどうかを見て、次へ進むというプロセスを経るんじゃないでしょうか。でも、あれなんですよ、その乱数に関して言うと、うまくいったかどうかは、リリースして初めて気づくという恐ろしい性質を持っていますね。リリースして、まあ、10万人、100万人でプレイされると気づくというようなことがあるので、本当にこれは最初から知っていないと、罠にはまってしまう可能性があります。はい、というわけで、仕組みの話はここまでで、次からは使い方の話をしていきます。ファイナンス聞いたことある方いると思います。ユニティにはですね、便利なことに関数が用意されています。はい、ホワイトノイズと比べて、先ほど作ったようなノイズ、あれホワイトノイズっていう言い方をするんですけども、ただの乱数と違って、ファイノイズとこういうですね、こうなだらかな乱数を作ることができて、とても便利です。一番代表的な使い方はこうなるでしょう。ファイノイズっていう関数があったら、第一奇数に現在時刻を入れちゃうんですね、これ量なんです。入れたって、第1奇数に0を入れます。で、今ですね、X 座標をファイノイズで出しているプログラムなんですけども、どうなるかというと、こういうふうにですね、ゆらゆらと。ただ、乱数を使ってこういう動きさせるのはなかなか大変なんですけども、ファイノイズを使うと、非常にいい感じでゆらゆらとですね、風で奏でるみたいな表現の時にちょうどいいんじゃないでしょうか。はい。これは、ファイノイズって二次元で、指定することになっているので、奇数は X の2つあるんですけども、X に対応を入れて、Y に0を入れるということは、絵のこの図の中でですね、一番上の縁をなぞっているようなイメージで値が返すということを思ってください。で、どのくらいのこうヒントでガタガタしているのかなんですけども、16くらいで出すと、このくらいガタガタします。1だと大事ガタガタ。32動かすとかなり、何て言うんでしょう、高周波数で動くになります。
で、周りのようなランダムナスを使っているんですけども、シールドという概念が実はないんですね。概念がないというか、まあ、UDT のエリアにシールドはないです。ので、別のガラクタの仮の図を使いたい場合は、こういうふうにですね、第一数の値をずらすと、いいわけです。ちょっとずらしただけだと近い値が出ちゃって、2以上離せば大体違うものが出ると覚えておけばいいでしょう。で、使い方なんですけども、まあ、大きなノイズを取った場合、まあ、こういうような状況をしていたとして、小さなノイズだとこうだとしましょう。こういうですね、2つ合わせるというテクニックがあります。まあ、足していきたいと思いますね。はい。ファイノイズ使うときは、こういうテクニックを使うと、非常にですね、表情豊かな感じを得ることができます。例えばですね、ちょっとこれでもしてみましょう。はい。これですね、右側のですね、すべての関節を透明で周りの揺らぎを入れてみたものです。非常に単純にやっているので、まだ全然、工夫の余地がまだまだあるんですけども、なかなか、どうでしょう、いい動きというかですね、分子なんかをこうやって出した場合に、同じアニメーションパターンを使うと、まあ、あいつとあいつが同じ動きしてるわみたいなのを人間すぐ気づいちゃうんですね。で、かといって長いアニメーションパターンを使うと、メモリをやファイルを隠したりしますね。ファイルクイズだと、全然、メモリ部分も優しいし、こうやってバラバラな値を作ることもできて、こいつとこいつが同じということは、まあ、ない。し、ずっと見ていても、一つのパターンを繰り返さずに、返さないというふうになります。なんか面白いですね。はい。今使用したコードを見てるので、もうこれ小さく読めないんですけども、スライドを上がっているので見てください。で、ここでですね、周りの位置周期について、実はどこにもドキュメントがないんですね。の実装次第なんですけども、これ、ファイルノイズを発表している方のブログかな、ページに行くとですね、参考例、実装参考例が載っていて、これ256書いてあって、現時点で256なんじゃないかなと思って、256で周回していると、仮定してやってみると、読者で当たります。現時点の実装も256で周回しています。それで、これ、一つテクニックなんですけども、先ほどのようなアニメーションをずっと、繰り返していった場合、フロートというのはですね、値が大きくなると精度が下がっていくんですね。まあ普通のゲームでは問題ないんですけども、どっかの店頭に、例えば1月先方をセパラシーしておくとか、1週間セパラシーしておくみたいな場合は、かなり問題が起きるでしょう。なので、256で周回するという事実を知っておけばですね、ここで書いてあるプログラムのようにリピートしておくことで、全くですね、そのアニメーションが途切れずに、フロートの誤差もカバーすることができるという、これは一つですね。はい。次、ここからですね、いろいろ作ってみて、使い方を学んでいきましょう。噴出花火。というかですね、ドラゴン花火という言い方もお話が深いんですけども、やっていきましょう。ここでお話ししたいのは、正規乱数という言葉があるよという話です。正規乱数というのは、正規分布に従う乱数。一応乱数じゃなくて、中央が引き集中するような乱数です。で、パーティクルシステムを使うんですけども、デモしてみましょう。これどちらもパーティクルシステムなんですけども、左側はアゲンティのパーティクルシステムの中にあるランダムを使って出していると、右側は、パーティクルシステムでエミットの部分だけをスクリプトで書いていて、そこを正規乱数で出したものです。で、よく見ると違いがあるんですけども、右の方はちょっと外れたところに飛んでいくのがたまにありますよね。この方がリアルという場合もきっとあるんじゃないでしょうか。これはですね、正規乱数ってことを知ってないと実現できないはずです。はい。で、正規乱数というのは、作り方があってですね、ボックスビューラーというのが一番いいでしょう。二つ乱数を取ってくると、その乱数を、まあ、なんか、ごちゃごちゃ計算することで、取れます。はい、
も載せておきますので参考にしてください。はい、では次です。ハードドライブは何かというと、はい、例えばですね、リーダーがですね、こうやってカードを奪っているときに、止まる寸前にクイッと曲がる、回りますよね、カードって。を、もう乱数で実装しているものです。はい、これ皆さんがどうやって実装しますか？こういうクイッとね、回りながら止まること。はい、僕はどうやったかというのを説明していきましょう。まずですね、摩擦付きで右の方に移動しています。摩擦付きなので速度は下がっていきます。で、ある値より低くなったら、ここなんですけども、ここで乱数を使います。乱数でカード上の一点を使います。そしてその点への摩擦力を追加するんですね。そうするとこれが中心からずれているか上に回りながら進んで止まるということになります。というような実装をしてみました。ここポイントはですね、回転そのものに対して乱数を使ってないんですよね。つまり、まあ、想像してみたわけなんですけども、これ何で回るのかっていうと、カードはおそらくどこかの空気の層がどこか薄くなったところがブレーキになっているんじゃないかな、それこそが乱数で指定するポイントだろうと考えたわけです。こういうふうにですね、実際に起きていることを考察して乱数で物事を作ると、割とですね、いい感じになるんですね。まあ、当然物理の話になってくるわけですけども、物理も合わせて考えるといいでしょう。今回はですね、サードフォースアットポジションという関数で一定に対して物事を加えてみました。はい、今カード配りのところはこれですね。まあ、これは例えばスライドのなんか回転できるようなオブジェクトをつけるだけで、さっきのようなポジションが再現できるでしょう。はい、次はいろいろな動きについて作っていきましょう。今度はこれですね。はい、ガタガタ道を進むグラフ、今、はい、こうよく見ると車がガタガタと揺れるんですね。これをどうやって実装しましょうか。で、ここで一つ覚えた方がいいやり方として、ランダムのですね、を取得するのを if 文の中に入れるんですね。で、延期というのは0から1までのどれかを乱数で返すというものなんですけども、それが 0.2 よりも小さければ処理が実行されるというような返し方をします。そうすると5分の1の確率でこの処理が実行されることになります。で、これ今プレート乱数の中に入っているので、マイプレートこれが実行されるわけですね。で、もしですね、これがマイプレート呼ばれた場合によく想像してみてほしいんですけども、1秒間に何回この処理が実行されると期待できるでしょうか。これがですね、なかなか難しいですね。はい。例えばですね、これ、ブレイブリードに変わってきちゃうんですね。60fps のゲームでやっていた場合、この距離の回って方は1秒間に12回で期待できます。ところが30フレームのゲームだと4回。そうすると、プログラムを書く上で、5分の1というような書き方をすると、結構分かりにくい、期待しにくい値になるので、ここで一つコツがあります。回路版はですね、6×タイムのデルタタイムによって、デルタタイムをここにかけるんですね。そうすると、この6という数字が両方あたり1対1になります。ので、こう書いておけば、どんなフレームレートであっても、1秒間に6回発生するだろうという期待のもとを、この処理を書くことができるんですね。先ほどのガタガタだと、1秒間に何回ぐらいかな、まあ、やっぱり6回ぐらいかなと思えば、こういうふうな書き方をすれば、ああいうガタガタになるわけです。はい、で、実際に動かすときは回転針と強めのダッパーを設置します。今日は物理の話はしないので、ここは詳しくないんですけれども、非常に便利なやり方ですね。で、時々、先ほどの式で、処理が来たときに、ブレークをガクガクかけると、このような動きになります。はい。じゃあ次です。ふわふわ飛ぶ UFO。まあ、こういうような動きをですね、シューティングゲームなんかの中で、動きとして、使いたい場合、なんかあるんじゃないでしょうか。これはどうやって実現するか。これはですね、
知識を弱めの段階を設置します。ある点、仮想の敵に向かって、バネで引きずられていく感じにするんですけども、もうダンパー、つまり速度抵抗ですね、抵抗が弱いので、弱くしておくと行き過ぎるんですね。で、こことここで行き過ぎるようにわざとしておいて、時々、このバネの視点を、ここで乱数、ここで乱数を使うんですね。位置を変えてあげると。で、そのタイミングも、やはりさっき使ったような、1秒間に何か規制させようかなという考えのもとをランスを使い、その位置そのものもランスを使うというやり方をする。そうすると通り過ぎてしまっておっとっとっとなりながらクラ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 と5秒のものになるでしょう。はい、というわけでこういうふうになるわけです。はい、というわけで、今日はですね、大体こんな話をしていただくんですけども、例えばですね、デモを作ってみまして、あ、ではですね、何だか分からないんですけども、UFO、無抵抗の UFO を攻撃してるんですけども、UFO に当たった時も、もうランダムで、裏切りを見たりですね、することで、割とですね、こういう動きは、作れる人と作れない人が出てくるんじゃないでしょうか。乱数の使い方を覚えていくと、もう動きとして面白いことができると思います。はい、というわけで、時間ですね、はいですね、はい、話はここまでになります。